で聞いてあげます。アークやっていきたいと思います。今日ですね、アークの新恐竜候補シリーズをやっていきたいと思います。本日紹介する新恐竜の候補生は、こちらのでっかい牛、バイソンになっております。ということで、本日の目次こちらやっていきましょう。一つ目、新恐竜選挙について。二つ目、ブリーディング革命。で、最後にですね、そういったものを含めて全て、バイソンのまとめと、あとは感想をやっていきましょう。で、まず一つ目に、今回のね、話の内容の新恐竜選挙っていうのがですね、前提としてありまして、これ何ですかという話なんですけど、新恐竜選挙とはですね、恐竜を新しくアークに入れますっていうのが運営が決めまして、でその中で運営ではなくてユーザーが新しい恐竜を提案して、で投票をユーザーにしてもらって、ユーザーが提案から決める投票までして、みんなで新しい恐竜決めようよという動きになってます。でこれは以前も行われまして、フィヨルドの時はデスモダスが当選して、で1個前のロスアイランですね、そこではディノピテクスが当選して実装されましたというね、そんな実績があります。でその他にね、1位にはなれなかったけど実装されたのはシノマクロプスとか、あとはカルカルドントサウルスっていうのがいるんだよね。なので結構実績というかですね、恐竜を新しく追加する最近のまあやり方のまあ流行りでもあるっていうような方法で、今回も新たに恐竜を追加するための選挙をやっていて、現在ですね最後の10匹を絞って決勝ラウンドという形で決戦投票してるんだよね。でちょうどこの動画が出るのが2月5日ですので、まだですね2月7日が締めなので、投票のね、なのでそれまでですねやってるんですね。でちょうど選挙真っ只中ということなので、それを踏まえて本日は新恐竜候補の紹介という形でやっていきたいと思います。で一応ですね、他の恐竜も新恐竜候補紹介シリーズっていうのやってるんで、一応動画詳細欄にあるんで、ぜひですねそちらの URL からこの動画見た後にでも見ていただければと思います。カブトムシとかやってるんでね、面白いんじゃないかなと思います。ということで早速本日の紹介する生物、ブリーディング革命を起こすバイソンをやっていきたいと思います。でバイソンに関してはですね、結構ですねロストアイランドかフィヨルドか忘れたんだけど、前の選挙にも出ていたので、結構ね根強く制作者さんが推しているというような形になってますね。で1点だけ今からね紹介する内容注意してほしいんだけど、バイソンについてね、まあ、これはまだ提案段階なので、で選挙もやってる最中なので、こいつが当選して実装されるかどうかはまだ決まってません。ただ提案段階で最終候補に残ってますっていう形で、さらに言うと提案内容もさっき言った通り運営じゃなくてユーザーが提案しているので、全ての能力とかが反映されるわけではないので、提案している段階ではこういう形で提案されているよというような形で見ていただければ幸いです。それでは早速ですね、このブリーディング革命がどんなもんなのかというところを見ていきたいと思うんですが、まずねバイソンどんな感じかというと、一応名称がジャイアントバイソンというらしいですね。なのでまあでかいバイソンみたいな感じで、まあもちろん草食動物で、多分ね中立かな、攻撃的とかパッシブ闘争とかじゃなくて縄張り気質が強いっていう形なので、おそらくなんですけど中立で、例えばテリジノサウルスみたいな感じで近くに寄りすぎると戦いになるみたいな感じになってるんじゃないのかなというふうに想像できますね。っていうような感じで、まあ、ざっくりジャイアントバイソンこんな感じですっていうところで、早速細かいね設定っていうのをですね提案内容を見ていきたいと思います。で野生のタイミングですね、野生時のバイソンどんな感じかというと、より広い牧草地を求めて大群で移動する、現存する最大の牛は見るものを圧倒する存在である、巨大な一対の角を持ち、狼や熊を含むどんな捕食者にも噛みつくことができる、その大きな体は厳しい冬も耐えることができ、増え続ける、毛皮は投資を防ぐのに十分な耐久性を持っているという形で、今回のですね、まあ、バイソン の提案者さんはこんな感じで、ちょっとなんかなんていうかな、文章風にこういう能力ありますとかじゃなくて文章風に書いてるので、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。提案者さんによって色が違うのでね、まあ、他の恐竜紹介シリーズとちょっとまたね今回の提案の仕方は色が違ったりするかなっていうところもまあ特徴ですよね。でまあ、今回野生のタイミングどうかというと、まあ、おそらく群れでね大群で移動するっていう形なので、まあ実際に10匹20匹っていうのは非現実的なので、3匹とかでまあ多分常時移動しているのかなっていうふうに思ったりしますね。で角がやっぱり特徴的な武器になってくるのかな、多分狼とかクマとかそこら辺にも対抗できるというような形なので、非常にですね強い武器になってくるんじゃないのかなと。
でさらに言うと、あの毛皮が強いと投資を防ぐのに十分な耐久性っていう形なので、これちょっとね英語なので全部ねそれを翻訳してる方なので、若干日本語がね変な部分もあるんですが、まあ、基本的にはおそらくこれを見る限り雪山に住んでて、多分アマルガとかみたいな感じでいろんなねダイウルフとかと戦ってるんじゃないかなっていうような感じですね。でちゃんと戦える力もあるというような形で、あとは群れで移動しておりますっていうのが野生の状況かと思いますね。で、次の項目がですねテイムについての話になっておりますね。でテイムに関しては、毛皮角そして豊かなミルクを得るために非常に人気があるが、バイソンを手なずけるにはテイムするには見た目ほど簡単ではないらしいです。多くの、部族トライブはバイソンを疲れさせて目が覚めていないタイミングで餌を与えることを目的に牛に乗ろうとする、牛に切られて気絶する部族を何度も見てきた、運が悪いと刺されることもある、角でってことだね。でね、これもまた文章チックで英語直訳なんで若干ね表現があれなんですけど、まあ、要するに要約するとですね、まあ結構人気だよっていう話なんですけど、そこが重要なわけではなくて、おそらくやり方としては疲れさせて、で寝てる時に餌を与えるみたいな感じなのかな。で下手すると牛に蹴られると気絶することもあるし、あとは運が悪いと角で刺されちゃうこともあるよって形になっているというのがこの説明だと思います。でポイントとしては、まあ、牛を疲れさせて目覚めていない時に餌を与えるみたいなことを書いてあるので、単純に昏睡テイムね、麻酔屋とかで眠らせて餌を入れてではなくて、多分そのロデオテイムっていう感じかな、エクースとかさ後ろから近づいて人参与えて乗って、でそのまま乗った状態で餌を与え続けてロデオをするみたいなことがテイム方法としてあるんですけど、おそらくそういう形をとって、でバイソンのスタミナをゼロにして疲れさせて、でなんか休憩してる時に餌を与えてテイム値を上げるみたいな、そんな形になるようなイメージがするような書き方が見受けられますので、そういったねちょっと特殊な感じのテイム方法になるんじゃないのかなというふうに思いますね。で俺一個ねちょっと面白いなと思ったのが、牛に蹴られて気絶するって書いてあったんだけど、これねエクースの後ろ蹴りって実はね昏睡効果があるんですよ。なので多分同じようにですねバイソンもなんていうんですかね昏睡攻撃っていう形で気絶値が上がるんじゃないのかなというふうに思いますね。一応これエクスなんだけど、エクスこんな感じで後ろ蹴りあるんだけど、これね気絶値上がる効果があるんですよ。だからコンボと一緒なんだよねっていう感じでね、やっぱ後ろ蹴りに気絶値入るのかなっていう感じで僕は思っていたりしますね。でさらに角でね刺されるとかあったので、やっぱ角とかもね強いんじゃないのかなというふうに思ったりもしますね。なんか角が多分特徴的っぽいよね、武器としては。で次に関してはテイム後の自分の恐竜になった後についての説明文になりますね。でテイム後に関しては家畜を飼いならすとっていうか、家畜って呼んでるけど不幸なことに家畜を食べようとする肉食獣が時々現れるようになる。メスが出すミルクは飼育中の動物の赤ちゃんに必要な力を与え、調理用の鍋で温めれば寒さに対して特別なバフが得られる何かの可能性がある。その巨大な体は保温性に優れ、現代の牛と同じように体重を支えることができる。また牛の糞カウパイと呼ばれるほど強力な肥料となり、農作物の収穫を増やしてくれるという形で、結構テイム語がめちゃくちゃ便利な匂いがここでしてくるんだよね。でなぜか家畜ってすげえ呼ばれてるんだけどあれ友達じゃなかったのかな恐竜とかはまあいいんだけど、とりあえずね家畜を食べようとする肉食獣が現れるっていうのがね今回記載されてるんだけど、要するにバイソンってとりあえず家畜みたいなもんなので、その家畜をね食べようとするダイヤウルフとかの襲撃イベントが行われるのか、もしくは周囲の肉食恐竜を引いてしまうというか、レアフラワーみたいな感じでヘイト引く状態とかになっちゃうのかなと思ったりもするんですが、とりあえず肉食獣に、広範囲で狙われる可能性があるっていうのがバイソンの弱みっていうところなのかな、引き寄せてしまうって感じなのかな。
でさらにね、あのメスが出すミルクに関してはブリーディング中の赤ちゃんに必要な力を与えっていう形で書いてあるので、結構ね面白いんじゃないのかなというふうに思いますね。でさらに調理用の鍋で温めることによって寒さに対して特別なバフが得られるっていうことなので、そこら辺もね結構ねいい感じで、まあなんて言うんですかね、フリアカリーみたいな感じで寒さ耐性の飲み物になってくるのかなというふうに思いますね。で、巨大な体は保温性に優れという形なので、まあ、恐竜の中だとさ、あの乗ることによって寒さとか緩和したりするさ、そういった恐竜いると思うんだけど、それ系統なんじゃないかな。乗ると寒さが緩和するみたいなっていう感じになるんじゃないかなっていうふうに僕はね想像してますね。でさらに牛の糞はカウパイと呼ばれる強力な肥料となり、農作物の収穫量を増やしてくれるっていうのがめちゃくちゃでかいよね。で多分これはあのあれかな、あの雪袋が出すペレットと同じようなものなんじゃないのかなというふうにここら辺も想像できるので、非常にまあ内省でね、あのいろいろやるにあたって便利な生物として位置づけられるんじゃないのかなというふうに思いますね。ブリーディングであったり、まあ、あとは農作物であったりっていうね、そこら辺で非常にですねプラスアルファの負荷が、まあ、あるんじゃないのかなっていうのが今回のねバイソンになってくるのかなというふうに思いますね。であとはね気になる戦闘に関してなんだけど、どんな感じかっていうと、トリケとかケブカサイみたいにチャージ攻撃を持ってるらしいんだよね。トリケに関してはあの溜めてダッシュすることで気絶させたり、あとはケブカサイは最高速度であの攻撃するとダッシュ攻撃で大ダメージになったりみたいなっていうね、そういったチャージ系を持ってるというね、あの多分角がそういう風にね動くんじゃないのかなという風なね、まあ、武器になるんじゃないのかなっていう風な想像はできるよねっていう感じなので、チャージ攻撃を持ってると。でバイソンは角を突き刺してゴリ押しして出血させることができると。出血攻撃持ちきたね、ふう強そうだぜ。まあ、要するにメイトがかかると群れバフがかかって、さらに超大ダメージという形で多分攻撃力が上がるんじゃないのかなという風に思いますね。なのでかなり強そうな気がします。極大ダメージって書いてあるからね、相当バイキルトみたいな感じで、あの攻撃力アップ上昇の倍率が高いんじゃないのかなという風な形で、考えられますね。でさらに突撃にあの成功した場合、まあ、あのため攻撃チャージ攻撃で突撃してそれがヒットした場合はプレイヤーと恐竜に骨折デバフを与えると。で骨折デバフはおそらくカルノの出血であの与えられるデバフになるんじゃないのかなと。またティラコレオとかとは違ったちょっとねあの変化があるデバフなので、まあ、カルノ系のデバフを与えるチャージアタックがあるんじゃないのかなというふうにねあの想像できますよね。でさらになんだけど、あのユーティリティっていう項目もあって、結構いろんな場面で役立ちますよっていう項目なんだけど、でそこもねまた読んでみたいと思うんですが、 PVE または、RP プレイヤーでアークに牛が欲しいと思っている人向けの動物で、アトラスっていうねアーク運営が作っている海賊系のゲームですねの牛っていうような感じですね、イメージとしては。でバイソンのミルクは温かく調理して寒さを和らげるために飲んだり、でさらに赤ちゃんにはなんとミルクを必要とするワイバン、要するにワイバンミルクを必要としているワイバンの子供に飲ませることができるっていうね、牛のミルクをすごいっていう感じになるので、非常に役立つんじゃないのかなと。で、まあ、さっきも言ってたけど、あのカウパイっていうねバイソンのうんこはかなりあの農作物にいい効果を与えるよっていう形になってますね。なので非常にいろんなねものに対してあの痒いところに手が届くというね、超万能生物になってくるんじゃないのかなというふうに思いますね。でこれだけじゃないんです。なんとサドルをねなんか 2,3 種類変えれるらしくて、まあ、農作業とかに使うんだけど、まあ、なんかその荷馬車とかあの荷車とか鞍の種類ですね、サドルの種類を選ぶことによってそのバイソンの用途を分別できるという形で、非常にねここら辺も面白いので、バイソンをいろいろな形で使っていくっていうのが新しいね今後のまあ選択肢になりますよねというような話になってますよね。ということでね、ざっとねバイソンの提案について読んでみたんですけど、こんなねあの形で結構ブリーディングとかの内生面で特殊な動きというか有用的な動きをするっていう形で、まああのカブトムシとかがねあの分かりやすく壊れてたんで、いやこれ強すぎやみたいな感じでなったんですが、まあ、バイソンに関してはアークやってないとちょっと分かりづらい点が多かったので、アークやってる人に関しては結構ねおーすごいなっていうような形になるんじゃないのかなというふうに思いますね。かなりチートな能力に近いんじゃないのかなと
というふうに僕はちょっと思ってますね。かなりテイムのあの後の能力に関しては強いんじゃないのかなというふうに思いますね。出血攻撃持ってて内省能力、ブリーディングとかね、そういった部分の能力持ってるっていうのは結構えげつないので、まあ、パイソンねやばいかもしれませんね。だいぶ強いかもしれないです。ということでそういったものを総合して、最後の項目バイソンのまとめやっていきたいと思います。で今回のバイソンに関してはね、やっぱりね、さっきも言ったんだけど、多分2回3回出てるんだよね、恐竜選挙に。で俺結構見てるんですよ、このバイソンに関しては。でもなかなかね、当選しなくてっていうところで、満を持してね3回目の、ね、登場の予定だと思うんですけど、現在ですね。でその中でですね、かなり進化していて、提案内容もミルクでワイバーミルクの代わりとか、あとはブリーディング速度を早めたりとかっていうのもできるっていうのは相当ね、新しい能力としてはやばいっていう部分に入るので、だいぶね僕的にはこれでメタが変わってくるんじゃないのかなというふうに思いますね。でこれね、忘れちゃいけないのがあって、攻撃面を忘れちゃいけないんだよね。っていうのも出血と群れバフがあるんだけど、これやばいんだよね。何がやばいかって、一度 TLC っていうですね、リバランス調整でメガロドンがアップデートされた時に群れバフと出血バフ両方持ってたんですよ。そしたら海が魔境になりました。やべえレベルの、はい。っていうことで、普通に群れでいて群れブーストとメイトブーストかかって、さらに出血持つとマジでやばいから、普通に基礎定数が半殺しにあって、やばい、もう死ぬ死ぬってなったレベルなので、かなり危険です。本当に危険なので、今回もしかしたらどっかでバイソンは実装された場合はマイルド調整が来る可能性もあるなというふうには考えてますね。かなり強いんで、っていうかちょっとね、群れブーストと出血で絶対野生で一緒にしちゃいけないよねっていうのがメガロドンの時に分かったので、これの失敗でね、ぜひ出血と群れブーストどっちかは、まあ、出血の方だと思うんだけど省いてほしいなと思いますね。ちなみにメガルドンはその後ね、その直後、出血なくなりました、野生では。はい、普通にテイム後はあるけどねっていう感じになってます。なので結構今回のバイソンに関しては、もちろん内生面でブリーディングの部分めちゃくちゃ強くていいよねっていうのはあるんだけど、あとは攻撃面も全然ね、忘れちゃいけないよと、出血群れブーストってガチで卑怯だから、はい、もうあの時のサメはガチで怖かったっていうのがね、とてもね、クリスタルアイルズだったかなの時の恐ろしい思い出と覚えてますので、まあ、ぜひね、ここら辺に関してはもし実装される場合はちょっと考えていただけると、メガルドン思い出してって感じになります。あれは良くないっていう感じなのでね、ぜひ皆さんバイソンについての感想とかね、ございましたら、こうした方がいいんじゃねとかありましたらですね、コメントいただければ、みんなでねわちゃわちゃ言い合えれば幸いです。で今回ですね、こんな感じでアークニュースというところでニュースをやってたんですけども、これと他にですね、このニュース系のね、解説系の動画の他にもですね、通常の実況プレイもやってます。でこういった情報系プラス実況系の動画という形で2本の柱でね、 KTR ゲーミング運用してますので、ぜひねそちらの普通の実況の方を見ていただければ幸いです。でそういったね、企画に関しては自分でサーバー立てて参加勢がね、いるので、その参加勢と一緒にマルチプレイでわちゃわちゃ遊んでますっていうところでですね、まあ内輪乗りでね、結構ね楽しくやってるんですけども、乗りが合う人はね楽しいと思うので、ぜひねそっちの方のね普通の実況プレイに関しては見ていただければすごくありがたいなという方、ぜひ見てください。はい、で生放送で公開収録してまして、一応ですね、毎週決まったタイミングで火曜木曜土曜日曜の21時夜9時からやってますので、ぜひね見に来ていただければ幸いですと思っております。はい、ぜひ。でその時に公開収録していて、でもちろんね編集版ではなくノーカット版になりますので、生放送に関してはフルで見れたりとか、あとはリアルタイムで僕らと会話もできたりっていうのもありますので、そういったところでですね、生の雰囲気とかノーカット版とかね、そういったところのなんか楽しみとかも見つけていただけるとすごくありがたいなみたいな風に思ってます。はい、でさらにですね、アークもやってるんですけど、マインクラフトも最近結構力を入れてやってますので、ぜひねマイクラの方も見ていただけると、参加勢全く一緒でマルチプレイでやってますので、自分でサーバー借りてね、なので同じわちゃわちゃ感でやってますので、ノリが合う人は多分ね一緒に見ていただけると楽しいんじゃないのかなという風に思います。現在スカイブロックの後継のスカイブレッシングというのをやってますので、結構ね楽しくみんなとガチャやったりねしてますので、そういったところがね、まあすごくね、コミュニティとして参加勢と一緒にみんなと遊ぶみたいなのがメインのね部分になってたりしますので、そこもね見ていただければと思っております。という感じでね、本日は、新しい新恐竜候補シリーズのバイソンをやってきたんですが、ちょっとブリーディング能力は
すごく面白いと、ぜひね、そこの部分はね、やってほしいと思うんですけど、あと、カウパイっていうですね、排泄物が、うんこがですね、すごく作物によくて、作物の数が増えるというのはいいと思うんですけど、出血と群れブーストは一緒にしちゃいかんので、まあ、せめて群れブーストだけにすれば、ダイアルフみたいにっていう感じで思いますね。ちょっとやりすぎはマジで良くないので、そこだけね考えていただけると、もしねこのバイソンがですね選挙に勝って投票で1位が確定した場合は多分ね決まると思うので、まあ、その部分の調整だけはね運営にしっかりしてほしいなと思う次第でありますね。ぜひ皆さんのね感想のコメントとかもお待ちしております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。